すげえ心地いいわここ。うん、最高。やっぱ至れり尽くせり感がありますよこのボートは。はい、間違いないです。来ました。来たけどこれ軽い。多分魚種当てましょうか。これは多分アラカブだと思いますけどね。あ、アラカブや。これはもうリリースしてあげてください。あ、いいよ、自分でやるよ。ネットちょうだい。あ、でも刺さるんか。あります。そのまま放ってください。あ、ごめんごめん。ありがとうございます。ずれとる？入れ直す？中からずれた。はい。いい？来た。これは少しいいかも。電源切ったんで少しいいかもな。これは生地だと思います。生地旗あと思いますけど分かんないです。起きたよ。何やろ、ん、このいいやつや。生地やね。よいよいよいしょ。さっきよりいいな。いいやつ来た。ええやつ来た、ええやつ来た。こんな移動しようと言ったのに。さすが船長。今移動しようと言ったのに。今くれたのは。いやいや、もう一回やっていいですよって言ったの船長やから、そのおかげで釣れました。さすが船長。さすが船長。もう人おろしができたんでね。さすがだ。釣らすな。釣らせるな船長。前フックはタチウオバリ。うん、ちょっと長いやろ。いや、いいんじゃないですか。ああ、いいんじゃないですか。さすが船長。これこっち側向いておきますか。ちょっと船長釣った手で。いや、さすが。釣らすな。いやー、いいですね。いいやつ来たし。うん。確定が行きます。わかんない。もう全然釣れないですね。そうですね。じゃあ、これでお楽しみのコーヒータイムということで、コーヒー準備しますんで。飲んでいただけますか。ありがとうございます。今日はですね、スターバックスリザーブのクリスマスブレンド、こちらを用意しましたので、こちらを引いて、これすいません、いくら払えばよろしいですかね。お金はいらないんで。本当に、うん、毎週来ようかな。これどうぞ、うん、奥さんが許すかな。毎週来たいな。どれどれ、タックルボックスにですね、コーヒーメーカーしか入ってない。バカですね。コーヒーメーカーボックスじゃん。そうですね。あ、どうした？もう一回言ってもらっていいですか。何忘れたって。軽量カップ。そんなの目検討でよくね。あ、そっちですか。はあ、軽量カップ大切じゃないですか。じゃあ逆に言うけど、はい、そのインスタントの袋ラーメン軽量カップ絶対いる人です。いや、いらんすね。いらないでしょう。目検討ですよ、そこは。目検討で出した味が船長の味じゃん。あ、いい匂いしますねこれ。あ、今エコーかけたかったな。あ、すげえいい匂いね。あ、これに変えれればいいか。そうなん。正しい。絶対これぐらいの、そうです、正しい。これぐらいの残りなんで、うん、なんか細かいのか大雑把なのかよう分からんね。きめ細やかなサービスが。そうですね、はい。
客をもてなす見本のような、ここまであっての2馬力ゴムボートなんで。なるほど、これがあっての第5回遊丸でしょう。なるほど。すいませんが、僕の忘れたお水をいただければ。あ、そうですね、こっちどうぞどうぞどうぞ。なになに、どうしたい、どうしたい、落とすなよ、ね、落とさんねよ、落とさんねよ、本当にマジで。よし、いける。なになに、よし、いける。コップ、コップ。あ、コップをね、はいはいはい。コップもちゃんと紙コップ、あ、それ用意してくれるんだ。お金取っていいんじゃないですか、もうレベル的に。あ、もう一回、すいません、もう一回開けてもらって。もう一回はい、もう一回開ける、はい。これがあるんで。ああ、それがね、それ自分用。いや、これはこれに入れてここに移します、うん、細かい、冷えないんで。細かい、はい、わかりました、わかりました。すごいですね。いや、紙コップでやってたんですけど、はい、はいはい、この前ちょっと一緒に乗った人がぬるいっていう、ああ、ことを言い出してですね。そんなこと言う人いるんですか。あるそうです、その人はいるんですよ。まあ、水はまあ入れると。あ、なるほど。うん、出ますか、ね、はい、大丈夫です、ね、ギリギリ大丈夫です。でこっからが勝負ですよ、これ勝負。あの豆の粗さはすいませんが、僕の好みにしてます。あ、もうそりゃそうですよ。グッチグッチ船長のテイストにしてもらわないと。よかったですね。粗いね、結構粗いね、粗いっすね。思った以上に粗いですね。あれ、こんな荒い手じゃなかったですよね。これ失敗ですね。ミスってますね。それ手ミス。荒いっすね。荒さはそこで調整。荒さはここで調整ですね。これもう一回下から上に移して。もう一回下から上に移して。グダグダで申し訳ないですけど。いやいや。あと僕はこれはなんかカットした方がいいんですかね。カットはしなくてもいいんですけど。僕はこれを作ってる間、すいません、周囲の後確認をしていただければ。あ、なるほどなるほど。異常なしです。異常なし。はい、異常なしです。で、このパターンは次はすげえ細かすぎて苦い中。まあ僕好きですけどね。はい。まあ唐揚げでいうところの二度揚げみたいな感じですね。すね、はい。蓋しないんだ今度は。蓋しないんだ。この同居してますよね。すごいきめ細やかなやつと、はい、そのなんていうの、大雑把。あ、基本大雑把と思いますけどね。そうなの？そうでしょ。なんかこれ、あ、そうかそうか、すいません、もう一回引かないと。もう一回引く。あ、もう一回引く。あ、いいよ。ストッパーつけとかなんてダメみたいです。ストッパーつけなきゃダメね。はいはい。いつになったらコーヒーが飲めるんだっつう、うん、いやー、ほんとこんなはずじゃなかったんですけどね。いやいや、いいんじゃないですか。それが今度は蓋するんだ。いや、これをせんとですね、共回りしてですね、はいはい、中のやつがくる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 回って、あ、来た来た来た、これ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 、今度来る、ここからスタート、細かい、あ、細かい細かい、やっとじゃん、やっと来た来た来た、やっと来た。これはこれなんで、これ海の上でこうやって見るで引くんでしたっけ、何のために。え、あの引いた時からですね、はい、酸化が始まるんですよ、はいはいはい、で引いた時のから中の風味が逃げていくんで、引きたてが一番美味しい。なるほど。そして引きたてと入れたて。なるほど。私の感想を今言っていいですか、はい、風味だいぶ逃げたんじゃないですか、もう。2回上から下に、いやいや、下から上に行って2回行きましたんで。誤差でしょ。あ、誤差です。誤差範囲内。あ、じゃあ結構なことですね。じゃあこれに投入っていうことで。はい。ドリップコーヒーが飲めるなんてね。まあね、本当に気使ってもらっちゃってすいませんね、本当。できたんじゃん、はい、コーヒーできたんコーヒーいただいていいですか。マスターなんで。あ、マスターで、あ、取り分けあのバリスタで、はい、これが今ネットで今ちょっとひそかな人気の第5カフェ、引き立て入れたてコーヒー。今日はスターバックスのクリスマスブレンドちゅことで、どうぞ飲んでください。いただきます。いただきます。熱そうだな、なんか僕あの猫舌なんで、そのぬるいってクレーム出した人がいるらしいですけど、僕ぬるい方が好きなんですよね。あ、そうなんですね。でも熱々と思いますよ。むっちゃうまい、うまい、むっちゃ香りいい。これはいいよ、うまい、うまい。景色がうまいのか。あ、景色もあるでしょうね。このロケーションでこのコーヒーを飲むっちゅう、確かにね。これはでもマスター冥利につきますね。うん、もう船長辞めちゃったんだ。え、
船長いや船長辞めちゃったんで、船長は船長ですけど、船長業は船長業。これやっぱ逆に一回荒削りをしてもう一回細かく砕いたからこの香りっていう線もありますよね、これね。それはないです。ないの？劣化してる。劣化してんだこれ。こっち流れよね。ボートの向きやな。魚の反応は本当かね。でもめっちゃおるっすよ。めっちゃおるね、魚。イワシ？めっちゃおる、スイミーみたいなやつが。何やろこれ、ついてないんかな、魚。ついてるかもしれない。この時下があれかもしれないですよね。エギショーバーやないブレにブレまくっとるやん。めっちゃおるっすよ。おるね。なんかが入っとんな、これ。これはイワシ系？こんなことしおる場合やないんやない。事故落とした方がよくね。うわ、めっちゃおるっすよ。ちょっとこれは千載一遇のなんかかもしれん。うわ、むちゃくちゃおる、むちゃくちゃ。ちょっとエギ、ちょっとエギタイム、まだちょっと待ってもらっていいですか。これちょっとこんなもんやろ、大きさ。あ、おらんくなった。マジか、マジか。なんかバーンと来てもおかしくないような。来た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 。お、やった。しかも、アリュウさん、はい、ダイソージグよ。マジか。